皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2024年始まりましたね。こんな感じで空も若干明るくなってきて、これから例によって、初日の出の前撮りになるんですけど、そういったね、新年最初の映像を撮りに行きたいと思います。で、2023年ではこのハンターカブ以外にシルクロードと CL250 っていうバイクが増えて、バイクライフ、動画のね構成自体も変わってきたんですけど、これからもね、自分は一応ハンターカブから、このバイクが始まってるんで、このハンターカブを主体としてね、動画運営やっていきますんでよろしくお願いします。であとはね、家の方も2023年に完成して、いよいよこうなんだろうな、ローン持ちになって、あれですよね、これから仕事とね、こういった副業といろいろ頑張っていかないといけないなというのを強く感じた、年になりました。なので2024年もね、更新途絶えることなくうまくねバランスとってやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、それでは日の出を見にいつもの田んぼ道を走っていくわけですが、いや今年、2024年は1月1日からなんか波乱のスタートになりましたね。石川県は能登地方の方で震度7の地震があったということで、なんかすごいびっくりしましたね。群馬県の方は全然影響がなくって、スマホの方にね、アラームが鳴ってびっくりしたっていうぐらいだったんですけど、このようにいつも通りの日常を遅れてるところもあれば厳しい状況にあるっていうところもあって、なんか温度差が激しいですよね。今ね、こう何も影響を受けていない自分たちにできることといったら募金ぐらいしかできないということで、微力ながら協力させていただきました。こういった活動も自分も、X の方でフォロワーさんがやっているのを見て知ったので、自分のこの動画を通して、そういうのがあるんだって、知った方はね、もしよければ、協力いただけたと思います。一応動画の概要欄の方にリンクは貼っておきます。ということで、被災地に早く日常が戻ることを願いつつ、自分たちバイク乗りとしては復興した段階でツーリングで石川県は富山県を訪れて、観光地を盛り上げるっていうところがね、役目になってくるかと思いますんで、少しでも早く日常が戻ってくることを願っております。そして動画の本編に戻りますが、今回の日の出は適当な田んぼ道で見ようかなと思っております。今まではたたら沼まで行ってたんですけど、よくよく考えたらたたら沼まで行かなくても日の出しっかり見れるんだと、で道中のいつも通りのこの田んぼ道で全然日の出見えちゃうんで、今回は混雑回避も兼ねて、この辺の田んぼ道で適当なね、交通量のない道で見たいと思います。やっぱりね、一応これ前撮りしてるからなんですけど、日曜日なんでたたら沼混むんですよね。あそこ地味に白鳥とか来るんで、結構ガチなカメラ持ってる方々がたくさん来るんですよね。なので混雑回避も兼ねて、自分はその手前のこの田んぼ道で、日の出を見たいと思います。結構上がってきてるんかな、けど20分後ぐらいな予報なので、それをねしっかりとカメラに押さえていきます。はい、それでは今年の日の出はね、お気に入りの田んぼ道の適当な場所で、見ることにします。一応この撮影やってるのが日曜日なんで、おそらくたたら沼は白鳥の撮影で、結構混んでるかなということでね、前撮りゆえの、混雑回避ですね。で、このハンターカブ、こういう風に、日の出ツーリングですね、やるごとにどんどん冬の装備が豪華になっていきますよね。最初の頃はグリップヒーターすらなかったんですが、今ではグリップヒーターに加えて、こんな感じのジータのハンドルカバーまでついて、もう手元の快適さっていうんですかね、これ以上ないぐらい豪華になりましたね。豪華っていうのかな、とりあえず万全な状態になりましたね。で、エンデュランスのフロントスクリーン、こちらは2024年の間につけますので、これでハンターカブのカスタム自体は一段落という感じになりますね。ちょいちょいやれてる部分があるんで、エンストしたりとかクラッチが滑ってたりとか、いろいろと問題はあるので、そのあたりのメンテナンス関係を、2024年は、ハンターカブメインになってくるかと思います。タイヤについては定期交換部品なので、摩耗次第交換になるんですが、今履いてるティムソのタイヤ、こちらは寿命がどれくらいなのかっていうのは未知数なので、1万キロ持ってくれればいいですけどね。で、あとはちょっと厄介なのはこっちのボックスですかね。最近この鍵の止める部分がちょっとバカになってきて、こんな感じで浮くようになってきちゃったんで、この辺が3年使ったのでしょうがないといえばしょうがないんですけど、
5年間持ってほしいですね。という感じで、あそこから出てくる感じですか。じゃあちょっとね、いい感じに写真が撮れるように画角を探して日の出を迎えたいと思います。さあ、あっという間に日が昇りましたね。鳥たちも鳴いていて、なんかいい感じですね。よし、じゃあ帰って家でまったりコーヒーの焙煎とかやりながらね、過ごしましょうかね。まあ多分リアルに年末年始も、うん、コーヒーの焙煎したりとか、あとはガレージが、そうですね、コーヒーの茶筆で汚したりとかいろいろするんで、まあその辺の手入れとか、うん。で、ハンター株のメンテナンスとか、てか年末年始でつけちゃいたいですけどね。まあちょっといろいろとね、やりたいことはあるんですが、まあお金もあんまりないので、うん。ちょっとね、一気にカスタムしないように気をつけながらやっていきます。はい、ということで今回も無事に日の出を見ることができました。まあ、本当ね、この日の出ツーリングの旅に、まあ、自分の装備およびハンターカブの防寒グッズが充実してるんで、今年は非常に楽でしたね。まあ、ヘルメットも自分、まあ、しれっと変わってるんですけど、ショーエの EX0 からアライのラパイドネオに変わっていて、やっぱりこっちのヘルメットの方があったかいですよね。で、ハンターカブの方もハンドルカバーがついてということで、いよいよフロントスクリーンさえついてしまえば、まあ、完全にね、冬でもツーリングできる状態になったかと思います。で、まあ、この2024年、まあ、何かしら新しいことも始めようかなということで、自分はもともとコーヒーの焙煎定期的にやってはいたんですけど、それを本格的にやっていこうかなということで、まずはインスタグラムの方ですね、まあ、コーヒー用のアカウントを作成しました。まあ、それで、まあ、定期的に情報を発信しながら、まあ、いずれはね、コーヒーの、豆のネット販売っていうんですか、まあ、それをやっていければと思っています。とは言ってもネットショップの運営っていうのも、まあかなり難しいでしょうし、まあそうそう簡単に売れるもんでもないとは思いますが、もし応援していただけるようであれば、コーヒーのアカウントの方もフォローよろしくお願いいたします。ということで、まあこちら2024年、自分はまあこの YouTube の更新をいつも通りやりつつ、まあコーヒーのネットショップ立ち上げに向けた動きと、あとは去年実施できなかったんですけど、ブログの更新ですね。まあぶっちゃけこの YouTube よりもブログの方がアクセス数はあるんですけど、それゆえに更新をサボってたところがあるので、まあしっかりと今年はブログの方のね、運営も月に 1,2 記事ずつでもいいから更新して、まあそういったね、どれかをやめるっていうことがないようにバランスよくやっていきたいと思います。ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ちょっと2024年はまだ数日しか経っていないのに、いろんなことが起きてちょっとバタバタしておりますが、皆さんで協力して乗り越えていければと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。